チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。内藤陽介の世界を読む、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ですね、はい、実は日本では主なニュースというとどうしても病気、はい、単語的になんか言うと P が入ったりそうなんですね。なんか広告が明かされちゃったりするらしいんで、言うならいいのかな、なんかうん、奥歯に物が挟まってるのは、まあ、常念さんがそのあたりを詳しいそうですね、はい、で、と言いますか、病の、ところが話題が、持ち切りという形なんですが、少なくとも外国ニュースについては、はい、ところがちょっとですね、その陰に隠れて結構面白い動きが東アフリカアフリカであるので、アフリカといっても広いんですが、今回インド洋に面した、あたりでですね、それからちょっとその内陸に入ったところで、ここがちょっと動きがいろいろ面白いん で、うん、でアメリカとの絡みでこれを見てみようかという形なんですね。で今世界的に一つ問題になっているのはチャイナのその疫病と並行してですね、実は東アフリカで過去70年間で要は第二次大戦以降最大と言われる公害、イナゴ、イナゴ、イナゴというかバッタというか、あれのその害がすごくって、で特にソマリア、エチオピア、ケニアのその被害が深刻であると。大発生ってことですか？大発生です。もう全部食いつくらされちゃってとんでもないことになってる。そうだ、イナゴってそうなんだ。そうでこれがでしかもその今東アフリカが大変なことになって、特にソマリアは非常事態宣言を出したという、政府が機能してないところで非常事態宣言だって、どうもともと非常事態じゃないかって気がするんですけどそういうディスってもしょうがないんですが、でこれがですね、実はそこからさらにその東の方に流れて、サウジ、イエメン、それからイランの沿岸部、それからパキスタン、インドまで下手すると行っちゃうかもしれない。でこのイナゴってやっぱり数百キロ飛んじゃうイナゴなもんですから、でそうすると被害が拡大されるのが懸念されている。これ非常に深刻な問題なんですよ。で実はそのこの食料問題に密接に絡んでるんで、これをどこが対応するかという話なんですが、これは国連の FAO という食料基金ですよね、ここが対応するんですが、実はこの FAO というのがですね、去年事務局長の選挙改選がありまして、中国の中国語の発音わからないんで音読みで言いますが、屈東玉という、はい、元日本でいうの農業農村省という、日本で農林省ですね、言い方すれば、はい、そこの次官が FAO の事務局長に去年6月になったんです、で候補が3人いて、中国人とそれからフランス人とそれからジョージア、グルジア、でグルジアの候補はアメリカを推してたんですけれども、結局その中国が殺傷コースで勝っちゃったわけです。でアメリカはそのFAOのアメリカのそのFAOの代表大使は当時直前に、今度の事務局長は地位を国益のために使わない人物であるべきだと、チャイナが殺傷構成で自分の好きなようにファオを私物化してはいかんと、で結局これはそれこそボルトンなんかもあの人はそういうわわ騒ぐことについては能力がある人なんで、政策の実もダメだよね。で彼なんかが盛んにその国際機関 その中国が札束で役員とか役職をその独占するのはけしからみたいなことを言ってた、まさに その通り で実際これが19年の6月に選挙やって、8月から任期始まったら11月に早速何やったかっていうと、中国ファオ南南協力、南北協力じゃなくて南の途上国同士の協力というんで、中国も自称南南協力、自分たちはまだ一応その南北の南側だと都合のいい途上国側に入るんだけれども、その南南協力10周年ハイレベル会議というのこれウガンダでやったんです、はい、でウガンダっていうのは場所的にどこかっていうとケニアの隣ですね、アフリカの角があって、沿岸部がソマリアで、でちょっと内側入ったところが、エチオピアで、でそのエチオピアの南、エチオピアとそれから南スーダンの南側が、ケニアで、でケニアのちょっとその、内側、だ西側にあるのがウガンダなんですよ、でタンザニアってその南 で、はい、でケニア、ウガンダ、タンザニアって昔イギリスの東アフリカで KUT でクートっていう、連合体だったんですけど、それはいいや。でそのウガンダでその中国ファオ南南協力10周年ハイレベル会議というのをやって、でそこで中国、ウガンダとファオが、プロジェクト3社協議に調印すると、はい、でこのファオが調印する人ってファオの事務局長チャイナですから、実はチャイナがファオを利用して、で要するに一帯一路政策 の、押し込みをやったわけです。でそういうことをやってたわけですね、でところがですね、結局チャイナがそんだけアフリカに食い込むっていうのはなんで食い込めたかっていうと、札束構成で食い込んでるわけじゃないですか、でファオにしてもそうなわけですよ、でこの
今これだけ深刻な公害ですね、イナゴの被害というものになった時にファオが機能してないんですよね。でチャイナにしてみればそれどころじゃないので、うん、そうですよね、うん、でそうすると結局そのアフリカのところがアフリカの国々がそのファオを彼らはファオのその活躍というかファオが何とかしてくれると期待してるんですが、ここが機能しないということになってくると、実は中国は金だけばらまいて役職買ったけれども機能しなくなる、うんうん、ばらまき続けないと機能しなくなるというですね、その部分に陥りつつある。で実はそれと並行して WHO の事務局長問題というのがあるんですよ、はい、で WHO の事務局長問題についてはこれもネットでも盛んにあるいはニュースなんかでもいろいろ言われていることですけども、現在の事務局長のテドロス・アダノムという人はこの人はもともとエチオピアの保健大臣をやってて、うん、で外務大臣をやって中国の王毅ともすごく仲いい人なんですよ、はい、でエチオピアは結局そのもともと AU アフリカ連合ですね、うん、アフリカ連合の本部事務局がある国なんで、ここを中国は拠点国家にしていて、うん、一帯一路の非常に重要なところということで相当貸し込んでるんです。あ、投資してるんですね。投資してお金突っ込んでて、はい、逆に言うとエチオピアというのは今チャイナマネーなしで国家ができないと言われてるぐらいもうズブズブに使っちゃってるわけです、うん、だからテドロスがチャイナを忖度してとかって言うけど、結局テドロスしてみればチャイナに嫌われたら自分たち生きていけないよねって。そうですね、国挙げてるんですもんね。そうそうそう、必死なわけですよ、うん、だから逆にチャイナが言ってみればチャイナにしてみれば彼の不手際を理由にチャイナとしても WHO をそう切り捨てたいところある WHO の そのメンバーを切り捨てて別にすげ替えたいと思っていても、うん、テドロスが抱きついて離れない、うん、あどうしようもない、ね、うん、でちなみにエチオピアとのそのズブズブぶりってのはどれぐらいかっていうと、うん、去年の4月なんですけどそのノーベル賞を取ったアビアハメドって腕立ての、ね、はい、先生ね、彼が結局第2回国際協力一帯一路フォーラムに参加して中国に行ってるんですよ、うん、でこの時点で結局エチオピアは中国にお金借りてるんだけれども当然その支払いなんか滞ってて2018年末までの対中債務利子は帳消しにしてくれと、金額もわからないと、うん、その他にアディスアベバ首都のアディスアベバ市内の、河川 の, その沿岸美化とか食料援助支援に署名したと、うん、それからこれは政府じゃなくて中国企業が総額40億ドルの投資に合意と、うん、それから中国の国家電網がエチオピア各地の工業団地16カ所の送配電の整備、それからジブチエチオピア第二鉄道だとか国内複数都市の電力供給に18億ドルの投資で合意、はい、それからベニシャングルグムズ州っていうところがあるんですが、ここで例えば竹を原料にした100万トン規模 の, 製紙工場、印刷工場、職人工場、いろんな工場だとかとにかく投資をしまくってばらまきまくってるわけです、うんうん、でそこでチャイナはそのエチオピアを手なずけた上で2017年にテドロスをそのまあ強い圧倒して事務局長に押し込んだんです。もともとその WHO ってチャイナがすごく影響力持ってて、テドロスの前任の事務局長誰かっていうと香港出身のマーガレット・チャンなんですね。でこれがその SARS とか鳥インフルの時に中国寄りのって言って問題になったあの人ですよ。だから結局 WHO っていうのは今回の疫病でも中国寄りの姿勢が目立って国際社会からはなんかすごかったですよね。すごいじゃないですか、大したことないみたいなことを発表しちゃって、あれも結局時間の問題、空白の8時間という問題があって、はい、結局中国が武漢市を閉鎖するまでは安全だと言っててくれる、うん、中国の対応が後手に回ったという印象を与えないためにそれまでは大丈夫だ、よくやってると言っててくれと、で閉鎖した後になって、あ、なるほど、なんかすごく見えました。そう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 、はい、でそういうことをやったわけです。あ、なるほど、ね、でところがそんなことやってると世界的にはお前何やってんだって話になるじゃないですか。です、はい、でそこで結局辞任要求の署名が世界的に始まるんですけれども、はい、これどこで始まったかっていうと実はアメリカで始まってるんですよ。うん、アメリカのチェンジオアルゼジーで始まって、はい、で要するにアメリカが結局このテドロス問題をネタに今度はチャイナを揺さぶりにかかってるんですよ。うん、でそれで結局国際調査が遅れという時にそこに日本とアメリカを加えろと、はい、うん、で結局その情報公開という観点から中国が内戦干渉だとかなんとかって跳ねつけるんですけれども、うん、病気の問題で自分たちも感染者出てるじゃないかと、うん、でこれがどうなってるんだっていう、要するに核査察とかは、うん、あれですけどね、うん、核疑惑の国に核査察とかっていう内戦干渉って跳ねつけるけど、これは跳ねつけることは難しいじゃないですか、世界的に、うん、はい、何らかの形で受け入れなきゃいけないということで、うん、これをネタにこじ開けようとしてるわけです、うん、で実はでもう一つのポイントがあって、で実はテドロスと今の国連の事務総長 の, そのグテーレスという男がいるんですが、はい、このグテーレスというのも実はテドロスと非常にそのこの問題については近い立場を取っている、うん、で実はこのグテーレスという人はもともと難民問題の専門家でポルトガルの出身なんですよ、うんうん、
で実はポルトガルと中国というと実はマカオという媒介にしてつながってるんですね。あだから結局マカオを通じてその中国の影響が、うん、あのグテーレスなんかにもかなりあるんじゃないかと言われてるんですけれども、うん、ただいずれにしてもこのテドロスとその、まあ、あの共同歩調を取ってる人間を抑え込むというのはむしろこれを、うん、今回のその疫病の問題をきっかけにしてチャイナを封じ込めるというか敵の失点をつくというふうに逆に打って出てるわけです。なるほど。でさらにそのタイミングで何やったかという何があったかというと、実はこれが、はい、日本の報道では、まあ、非常にわずかしか出てなかったんだけども、うん、非常に面白かったのは2月5日6日なんですけれども、はい、ケニアのウフル・ケニアッタという大統領がいて、はい、でこの人はお父さんも大統領だった人で、はい、なんですけどこのケニアッタがアメリカを訪米してるんです、うん、で2月5日にワシントンで演説をしてるんですけれども、そこで何て言ってるかっていうと、例えばですね、西側諸国および西側諸国に伍しているアジアと中東の国々はアフリカをめぐって再び競争を始めていると、うん、アフリカ内の対立を利用しようとしたり自分たちの代理勢力を作ろうとしたりして、まるでアフリカなど自分たちの好きなようにできるというように振る舞っていると。我々は選択を強要されたくない、あらゆる人々と協力したいし、あらゆる人に機会があると信じている。確かに米国は特定の分野で極めて優れているが、中国もわずか7日間で病院を倒した、うん、要するに中国がものすごい勢いで浸透している。要するにここで言ってるのは、西側に伍しているアジアの国がアフリカをめぐって再びその分割で競争していると、うん、だからそれが中国の影響力が浸透しているというふうなところで、結局我々は選択をしたいんだと、うん、チャイナ一本だけじゃなくて、で実はケニアに対してもその鉄道の投資なんかチャイナしてるんで、うん、無視できないんだけれども、うん、チャイナ一本だけだと危ないよねと、だからそこにアメリカを引きずり込んで選択肢は欲しいですというふうに言ってるんです、なんかちょっと煽ってるんじゃないかなと思っちゃったけど、アメリカからお金引き出すと、そうで、うん、それでアメリカが乗ってきたんです。あ乗るんだ、うん、で翌6日にホワイトハウスでそのケニアとトランプと会うんで、うん、でそこで何が言ったかというと、貿易交渉を開始しますと、うん、でこれはアメリカの政治的なことで、開始するというと議会にその交渉入りを通知しなきゃいけないんだけれども、うん、でこれはまだこの収録の時点ではまだで、もしかすると、はい、近くというふうなことを言ってたんで、配信の時にはもう通告してるかもしれないんですけれども、でこの時にそのアフリカとの貿易協定 FTA をそのケニアとまずやると。でケニア自体はその比較的中ではアフリカの中では親米というのは、ケニアの沿岸部にアメリカ軍の基地があるんですね。あ米軍基地があって、はい、それは例えば紅海、紅の海の紅海、はいだとか、やっぱりイエメン問題だとか、ソマリアなんかの情勢に対して米軍が出動しなきゃいけないということがあって、基地があるというところなんで、比較的親米的なところもあるんで、そこにそれだけではなくて経済的にも結びつきをつける。で FTA を結ぶということは何かというと、チャイナ一カ国だけじゃなくてアメリカという選択肢を作る。でこれがアフリカのサハラ砂漠より南、実はアメリカはモロッコとは FTA すでに結んでるんだけれども、サハラから南の旧イギリスだとかフランスだとかの旧植民地エリアだって、ブラックアフリカのところというのは、ここは実はこのケニアが最初なんですよ。でアメリカの有権者向けで、これ当然そのチャイナを封じ込める、要するにエチオピアを事務総長問題で揺さぶってでそれでエチオピアのその南隣のケニアをそれで抑えるということをやるわけですね。でただし一応建前としては、トランプは国内には選挙向けの言い方をするわけですよ、はい、真の狙いはこれチャイナの封じ込めの一環なんだけども、結局ケニアとアメリカの年間の貿易は11億ドルで、アメリカの主要の農産品である小麦の需要拡大が見込めるんだと。小麦の需要を拡大するためにケニアにその輸出をするために FTA をやるんですということを言って、だけど実態はもちろんそれもそうなんだけれども、うん、実態はそこにアメリカの拠点をケニアをこっち側にひっくり返すと、うん、なるほどね。でケニアというのがなぜ重要かというと、さっきも言いましたけど、まず北西部の隣がエチオピアなんですね、はい、で真北にあるのが南スーダン、うん、で南スーダンという国はアフリカ第9位の産油国なんです、うん、でところがこの産油国なんだけど、原油の 99% を中国に輸出しているということです。でもともと独裁国家みたいなところ、はい、スーダン自体も分裂する、はい、南北に分裂する前も独裁国家みたいに中国は非常に入り込んできたところで、はい、言ってみれば中国のそのアフリカ進出の拠点なわけですね、うん、はい、それからソマリアとも隣接していると言ったけれども、ソマリアというのがさっき言った非常にその、まあ、破綻国家の上に非常事態宣言も出て、イナゴの害がひどいというところなんですけれども、実はこの南部にはイスラム過激派の組織でアッシャバーブという
組織があって、ここが一時よりはその勢いを衰えたけれども、例えばケニアなんかで散々テロやってるんですよ。あるいはケニア沿岸部の米軍なんかのテロやってるん で結局その不安定要因、テロとの封じ込めというふうなことを言うと、アラビア半島の実は対岸ですからね、いわゆる中東系 の, その,、まあ、あのテロ の, その,、まあ、あの封じ込めのためにケニアの拠点というのは必要で、ソマリアを抑え込むためにいるわけですよ。それからケニアの南側のタンザニアという国は、これは1960年代から中国にとってアフリカ工作の拠点なわけですよ。炭山鉄道って中国が文革やって、あるいは大躍進やって、国内が基金の時からものすごい額突っ込んでるんです、でそれでタンザニアをその抱き込んで、ここを拠点に、アフリカに進出してたという、侵食してたというふうな、50年がかりでやってる大拠点なんで、だからその2番手になるのがエチオピアだから、それを分断する、くさびを打つのでケニアを抑えるんです。なるほどね、すごい頭がいいというか。でさらにそのウガンダというのが、もう中国寄りになってファオ の, その会議やるようなところになってますから、だからその周りを全部親中国家というか中国の息のかかったところに囲まれてるんだけど、その中にアメリカの同盟国まで行かなくても準同盟国なり、ただ基地を置いてるだけじゃなくて、経済的にも FTA を結んでがっちり取り込むということで、一路一帯チャイナが弱ってるうちに、それをそのやると。で今までそのアフリカ中国にやられっぱなしだったんだけれども、アフリカに、アメリカが本腰入れて、中国の封じ込めというのがアフリカでも出てきた。ただまあ逆に南米ラテンアメリカなんかに関してチャイナが勢力伸ばしてるんで、結局も世界地図全体見てね、中国かアメリカかみたいな、いろいろその布石を打ってるということはあるんだけれども、ただ FTA でそのエチオピアがちょっとまあ苦しい立場に追い込まれて、チャイナとしてはもう多分損切りをしたいんだろうけど、多分エチオピアが抱きついて離れないですよね。だからそれを機会にもう散々逆に言うとすぐにはやめさせない、もう足元踏んで殴って殴ってでその殴り物にして、ということだよね。だから実はそのケニアッタがアメリカに行って FTA やるっていうのはちっちゃいニュースだったんだけれども、ちょっとこれは今後注目しておいて。そうですね、 FTA ね、ちょっと興味深いですね。はい、まあ渡瀬さんのねアメリカのところで多分ケニアまで出ないと思うんですけど、そっかそっか、アフリカねなかなかね興味を引きにくい、にくいね、日本としてはね。その間に中国ががっつりもう進出して、だからそれをその抑え込みというのが本格的にその これをきっかけに始まってる、で実際にそのイナゴの害についてFAOが機能しなければ、多分 WHO に続いてFAOについても事務局長何やってるのという。そうですね、食べない感じですねイナゴ ね食べない感じですね。あ、でも品種は違うんじゃないですかね。あ、そうか、食べれるのと食べれないっていうか、だってすごいなんか頑丈なやつでしょ。あ、そか、日本のイナゴみたいなこんな可愛いやつじゃなくて、佃煮になるような、あ、そう多分だって見てるとこんなよ。あ、やっぱじだ食べれるような状態じゃないですね、ガチっていう感じで。あ、そかそかそか、召し上がります。いや絶対無理なんです、はい、すいません、お好きなのかと思っちゃった。すいません、余計な話してありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。